ウィリアム・ケンゾー・中村は、日系アメリカ人のアメリカ陸軍第442連隊戦闘団上投兵。第二次世界大戦時の活躍により、名誉勲章受賞者となった。ワシントン州シアトルで、日本では、投稿として働き、渡米後は、利用者を営んだ父上司多吉の息子として生まれる。ワシントン大学在学中の1941年12月に、 太平洋戦争が勃発し、母は海戦の1ヶ月後に、ガンで亡くなっている。母の死の2ヶ月後に、一家と共に、アイガ州のミニドカ収容所に収監される。1944年7月4日に、第442連隊戦闘団の上等兵の階級にあった中村は、イタリアのカステリーナインキアンティ近郊で、敵の機関銃の砲油化を独力で破壊した後、 自身の部隊の撤退を援護することを申し出た。その直後に自身の正体に発砲してくる別の機関銃の砲浴化に反撃している間、殺害された。これらの行為によって当初は主君十字章が授与されていたが、1990年代になってすべてのアジア系アメリカ人の主君十字章受章歴を再調査したところ名誉勲章に格上げされることとなった。 2000年6月21日にホワイトハウスで取り行われた式典において、ビル・クリントン大統領から中村の遺族に名誉勲章が贈呈された。現在は、故郷シアトル近郊にあるエバーグリーン、ワシェリーメモリーあるパークに埋葬されている。中村が受賞した名誉勲章には、下記のように記されている。ありがとうございます。